皆さんハッピーですか？オンライン看護師の城です。ハルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここではですね、トラベルナースですね。私たちちょっと解説動画今作っています。前半の方はですね、仕事ライブ看護師チャンネルさんの方で流しています。ぜひちょっとそちらを見ていただきながらということですが、こちらではですね、まあ、前回はですね、ドラマ、トラベルナース〇〇はありえない。この〇〇はですね、ちょっと実際見ていただいて、何のことが正しいのかは見ていただきたいんですが、こっちでは、あんなナース本当にいるの？っていうね、まあ、私たちね、やっぱここな看護師向けチャンネルなんで、ぜひ皆さんとその辺共有したいと思うんですけれど、まず私が思ったのはですね、あんなにハイスペックなイケメンナースはすぐに来ないっていうところは、そうですね、これはね、強調しておきたいです。なんかもう、わかります？なんか男性看護師イコール全員かっこいいみたいな、なんかの雰囲気になっちゃうのは、ちょっと怖い、怖い。期待しないでもらいたいね。確かに期待しないでもらいたい。もう本当に。めっちゃ面白い。期待しないでもらいたいね。頭下げるのめっちゃ受ける。期待しない。ああ、本当面白い。そうですね。そういうところと、あとはですね、僕も思ったのは、診療看護師でね、NP さんっていう人がこうトラベルナースっていう形で、こうね、短期で来るっていうところのコンセプトだと思うんですけど、まあ、その人の働き方って多分、あんまり突然そういう診療看護師さんが来るってことがあんまり日本ではまだないかなと思って、動き方は予測できないんですけど、皆さんもう一人、中井貴一さん、おじさん看護師来たの覚えてますか？はい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 。あの人ずっと受け持ちしないで壁拭いてますよね。こんな勤務あるって思いません？そんな勤務はないよ。本当にねえ、すごくないですか？あれそこまで自由にさせる病院がすごい。突然来て高い給料で雇った人がずっとこう壁を拭いているところが僕はでも最初これどうなってるんだろうと思ったんですよね。なんかその辺のところありますか？思ったの、まあ、確かにこうまず壁拭いてて、なんかそれでなんか事務方が壁をずっと拭いてますみたいなことを報告をなんか看護部長がしてて、それを許してていいのかみたいなちょっと面白いなっていうのは思いました。面白い面白い面白い。まあ、あと病院環境っていうところで言うと、まあなんか寮看護師寮っていうんですかね、はい、まあなんか看護師寮自体はね、いろんな病院でもあると思うんですけど、あんな昭和型の看護師寮っていまだにあるんですかね。いや、しかもですよ、看護師寮っていろんな部署の看護師がこう入ってるわけじゃないですか。はいはいはい、はい。食卓を囲んでるのが全部同じ部署の人って、もうなんか24時間365日同じ円通でずっと動いてるみたいになってますからね。あれ恐怖だよね、本当に。しかも看護部長そこにいるんですよ。もう落ち着けない、落ち着けないもん、そんな環境が。落ち着けないっすよ、あれ。すごいっすよね。本当に。看護部長と毎日飯食うなんて。ねえ、本当。しかも我々ね、やっぱり日勤、夜勤ありますからね。やっぱりああいう体制だとちょっと他の人起こしちゃったりとかっていうのあるんで、まあ、基本的にはまあ寮って言いながらも、まあ、アパートとかやっぱそういうところですよね。だからもうあれはもう古典的なイメージでやっぱああなったんですかね。しかもナイチンゲールのね絵が飾ってあるっていう、本当にね、すごい本当に。中井貴一さんが毎回こうなんか牧師さんのようにナイチンゲールの話をし始めるのがなかなかすごくいいなと思いながら、すごい、ね、すごい。バランス感が面白くないですか？本当にすっごい看護師のことに特化して話してる風なんですけど、そんなになんかこう現実的ではない世界観じゃないですか。というとどういうところことですか？すごいこう看護師とはこうで、ナイチンゲールはこう語ってっていう風にすごいなんか看護の側面を言ってて、まあ、それはすごい面白いなと思うんですけど、でも実際のなんかこうドラマの雰囲気っていうのがなんかすごくデフォルメされてて、なんかこうちょっとこう昔の人たちが思ってる看護師の感覚みたいなところがすごい面白いなと思うんですよね。バランス感、確かになんかそれでいてトラベルナースって新しい働き方だったり、NP さんが出てたりっていうところで、なんかそこのこう違和感みたいなところにちょっと面白さというか、何かそういう感覚があるのかもしれないですね。あの違和感面白いですね。でも男性看護師女子力高いあるある、ちょっとなんか入ってちょっと笑っちゃいましたけど、どうです？ちょっとね、わかるかもしれないですね。なんかいわゆるこう主人公がオラオラ系のなんか男性みたいな感じですけど、まあ、男性看護師基本優しい人多いですからね。逆にこう悪く言うと我がないというか、こうあんまりこう表に立たないでこうみんなとこう合わせるのが上手みたいな感じありますからね。なんかすごく珍しいタイプだなっていう感じがしましたね。あの中井貴一さんのあの年齢ですぐにあの場に溶け込んでいくっていうところが確かに確かに面白いですよね、あの辺。なんかでも思い浮かぶ人いるなっていうか、やっぱり男性看護師でやっぱりああやってこうずっと社会看護師の社会に溶け込んでると意外となんかこう看護師自分たちも違和感なく溶け込んでってるっていうのがあるので、いや面白いですね。あの辺なんかそうちょっとリアルというか、あるかもな、こういうのっていうのを思ってしまいましたね。
確かにこう中井貴一さんとこう皆さんと合わせながらもちょっと大事なところはちょっと厳しい言葉を使いながらちょっとこう我を通すではないですけれどもこう場を慣らしていくみたいなところってちょっと思い浮かぶ先輩とかいましたね。あ、うんうん、あの人っぽいなみたいな感じってまあ分からなくもないなっていうところはありますかね。何でしたっけ中井貴一さんがよくバカナースでしたあのねバカナースって言葉使ってましたね、はい、なかなかパワーワードでしたね。あれパワーワードですよね。なかなかこうなんか顔を出して物を通すっていうよりもナースの本当にこう市長さんとか副市長さんクラスの人ってあのお医者さんにこうなんでしょう指示をもらうように指示を出すのがすごく上手ですよね。確かに確かに、うんまあ、ちゃんと角を立てずにお互いのね、うん、あの職種を敬いながらみたいな感じですね。うん非常に大切ですよね。でしかもこうやっぱりこうお医者さんも、まあ、ああいうところでプライドが高くてこう指示を出さないみたいな場面って結構ありましたけど、まあ、実際だと、まあ、かなり疲れていて余裕がなくなってるとかってそれでこうちょっと厳しい言葉が出ちゃうドクターっていうのは、まあ、現実的にまあいるのかなっていうのがありますけど、なんかそこに対してこうどうアプローチするかみたいな、でそれをこう真っ向からぶつかったらそれはバカナースっていうのはまあ分かんなくもないかなって感じがします。すごい面白いと思います。その本当にね若い時からいろんなキャリアを積んで海外でもやってで NP っていう資格も取って、うんうん、で日本に戻ってきたところで、まああいうなんか一見優しそうなおじさんナースみたいな人が突然そのパワーワードでなんかあなたはバカナースですよみたいなって言ってきてもう一個やっぱり何回か出てくるシーンの中でうわなんかこう面白いなと頭を下げるときにこう頭を下げてわかります？ あんななんか最近見ないなっていうか、あんなの見ないですね。昭和ですね本当に。いやでもね面白いんですよ。そのなんかやっぱり中井貴一さんのオンオフ感というか優しい雰囲気だけど大事なことはちゃんと分かっていてであなたのやってることをちょっとそれは間違ってますよなことを言ってみたいな。あまあ確かにね、なんかあの不思議な雰囲気面白いですね。予言します、中井貴一さん第5話ぐらいで足を思いっきり踏みますね。どういうこと？いやあの注意するときに足を思いっきり踏むシーンとかあるこれ間違いです。あのこの昭和モデルで言うと絶対あの足踏みますね。楽しみにしてます、本当に楽しみにしてますそれはい、ということでですね皆さん、あの今回はアナナス本当にいるのっていうところのテーマで話していましたけれども、まずあのねあのすごいイケメンがすぐ来るみたいなのはなかなかないかなないところ、ね、期待しないでください。そんなに期待しちゃダメ。はい、ね、そう思いますけれど、はい、まああのね、こう男性看護師あのベテランの方ですごい優しい雰囲気で、でこううまく全体の調整をするっていう先輩は意外といるかなと思うので、うんうん、ちょっとこの先もねすごいこの先2人の関係性がどうなっていくのかっていうのが楽しみのドラマだなと思うので、引き続きちょっとね機会があれば解説の方を続けていきたいと思います。皆さんの思ったことがあればぜひコメント欄でちょっと看護師同士、看護師じゃない方も共有していただければと思いますので、引き続きグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん動画のご視聴ありがとうございました。私たちの循環器に関するレクチャーが本になりました。皆さんのおかげで Amazon ベストセラー1位をいただきました。YouTube の概要欄の URL から試し読みもできますので、ぜひ一度読んでみてください。